はい、ピンスケです。館内にやっていきたいと思います。というわけで決勝戦です。前評判わかりません。ちょっとね、進まないと出てこないみたいなので、これが前作と違うところで、まあ1年生はしょうがないね。まあ、3年生が結構頑張ってくれてるので、なんとか頑張って頑張ってしか言ってないけど、やっていきたいと思います。どうしようかな、なんかつけたいよねまあいいや。雨降ってる、雨降ってない、雨降ってるね。ちょっとじゃあバケツも使いつつ決勝戦行ってきます。守備を上げよう。わ、しかもそこで、多分ね、まだ線のやつを設置しきれてないんですよ。設置しきれてる？あ、設置しきれてるね。じゃあ、お楽しみを。1個買って。どうしよう。難しい。フロー通知、やる気結構重要だよね。これで終わっとこう。よし、うん、この時3年生使ってた方がいいかな、今は。まあ、大沢くん、まあ、決勝戦だから、ごめんなさい。で、ちょっとやる気が下がっている。キムキムがね、調子悪いんですよね。この辺期待して、やっていこう。決勝戦、マジどうなんだろう。A とかだったら、まぐれは続くかな。共に絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りいたします。一塁側、あ、強そう。なんか見た感じ、大宮水産って前もじゃなかった。憧れの全国大会へひたすら勝利を目指します。先発メンバーはご覧の通り、機動力の高いチームに鍛えられています。なかなか私たちが C だからな。まず3回の裏、先制された。攻撃に入ります。先頭バッターは行きましょう。アベヒハイボール、なんか安定してる。あ、彼強いっすね。肩も強っ。鬼型だ。そうと。まあ、やっぱ打撃が強い、この辺は。まあ、クリーンアップをどう抑えれるか。あ、この人、地味なところに。あと、肩はそんな強くない。盗塁はできそう。ピッチャーは？ちょっと安定感ある感じですね。なかなか崩すの、一回崩しちゃえばいけそうだけど。第9、頑張れ。これ左ピッチャー多いな。頼むよ。これは、おおおおお、あー、1点返したけど1点取られた。走れんなら走れ、走れるね。いけ、うそ、なぜ。5だったのに。そう、攻撃がつながらない。ここはワンアウトだろ。いや、こいつ打つやつだ。オッケー。一塁送球。コスがうまくさばいています。ピーク。こいつも打つやつな。ナイス。これでまだわからない。
頼みまして、流す、オッケー、追いついた、ボールは中継、ピーク、追いつきました、2対2。さあお前ちょっとまだ活躍してないだろ、今回プレヒなんだよね、カードが使い方が良くなかったかな、俺のフォアボール、積極打法にした途端に選球が良くなった。あなたはお前、球行けよ、おナイバチ、ナイバチ、長打だ長打だ、しかも行けるぞ甲子園。いけるぞお前、キーボーイの本領を発揮することができるか、右にかっ飛ばせ、惜しい、ナイバチ、素晴らしいっす素晴らしいっす、お前ら大好き大好き、お前ら大好き、素晴らしい、もう畳みかけろ、めっちゃ得の多いやん、足田そのままベースを踏んで3アウト。ここです正念場、こう抑えれば分かんないよ、1番なら抑えれる、来ました、ファール、来ました、ボテボテの当たりが一塁へ送る、アウト、ナイスピッチング、2者残塁、よっしゃよっしゃ、さあ持ち前のまだカード残っている、ナイバッチ、理想的な、いやそれができるとね高校野球は強いですよ、藤野いけ、おお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 、これはヒットになります、最高お前ら、藤野のタイムリーヒット、これで今日は4打数の2安打、お前ら本当に総合シーンの練習か、これカードに1だけど、うわー、任せるよ、任せてないけど、お任せではないけど、おっしゃおっしゃおっしゃ、打て打て、しました、足田ボールを取る、うん、もったいない、スリーアウトチェンジ、これはどういうことだ、これはどういうことだ、なぜここで回ってきた、あ勝ちってことこれで、え、あ違うか、7点差でコールだっけ、地方球場の魔物発動してからの代打、代打は意識、さあ持ち前のファイトが前面に出てきました、で右に打て、エラーしろ、おっしゃー、初球高い、ピッチャーのエラーが記録されます、足田その間にいけいけいけ、ボールは中継、ピーク、こっちの冒頭が一番きついんだよね、ワンアウトランナー三塁、よし小杉はまだ何も使ってない、相手投手を威圧していきます、犠牲くらい狙っていこうかな、ナルチ落とした、次犠牲フライでもいけたんだけど、
素晴らしいよ。代打行こうか。松野くん。あ、松井くん。ごめんね、間違えちゃったね。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。頑張って打て。初球を打った。内野ゴロ。あっと弾いた。ショートの選手が起用されます。魔物すご。ピーク。なおもチャンス。今日2本のヒットを放っている藤野。さあここは勝負するか。初球から打っちゃった。ダメ。下がった。余裕があります。掴みました。これでツーアウト。まあ、4番は打ってくれよ。こら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 。ボールを掴んだ。あっと送球それた。アウト。スリーアウトチェンジ。アウトです。セカンドいるよね。で守備変えます。ソガちゃん。内野ちゃんでセカンドに、ブラマヨピークピッチャーをピンチヒッターはで伝令でピーク守備上げてさあ究極の思考が解き放たれることになるか。頑張れ。来ました。これはピッチャーの真正面。ピッチこれでワンアウト、ランナーはありません。バッター抑えてくれ。空振り三振、バット全員出してあげたい。ファーストライト、さあいい球放るな。守備上げてるから大丈夫なはず。セカンド左のゴロ、白崎取った。飛び込んだ。気迫を見せましたがここは及びます。よっしゃ優勝、勝者が決まりました。やった。憧れの甲子園大会へ駒を進めました。甲子園来たよ。長かった道のりですが本当の戦いは今日ここからということになります。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。宇宙希望の超スケール、まさに全米が響かんだ人、食らったことに行くしかない、到達するは誰も知らない秘密の場所おおその名はピースケ農業。随分ポップな効果ですね。実況は私堂前秀夫でお伝えいたしました。ありがとうございました。やったぜ優勝、めっちゃ嬉しいね。しかも圧勝だった。いやーやった、埼玉県の頂点だったんですよ。やりました、感動です。やったー。はい、あ、ダルビッシュ150キロやばし。藤野もパワー B になったね。みんなめちゃくちゃ強くなってんじゃん。やったやった。ちょっとじゃあまあこのまま どうしたらいいんだろう。スタミナにしたら1ぐらい上がるかな。あ、その前にカーブを1レベル上げてやっちゃおうか。いやいや結構いいピッチャーになってるね奥田も。で2年生もいい感じの球速になってきてる。どうしよう、パワー B まで来たけど全然守備が上がらないんだよ。
総力が B まで来ました。米山くんはそこそこ、ああ A 行きそうだな。振り上げてる。こいつもパワー B まで行きそうだね。小杉がなんだかんだミート D まで来た。宮川くんどうなんだろう。あ、いい感じになってきたじゃん。まずはミートをあげよう。弾道ありやっかな。はいはい。木村くん1年生にしてここまで走力が。でどうしよう、お魚さんかな。おお奥田もいいっすね。いやー甲子園合宿終わったらすぐ甲子園かな。ありがとう。で紅白戦、よしカード上がった。こらこら、いやいやもっと強くなれお前ら。シャワーあっても仕方ないから合宿いきまーす。よっしゃー。で蔵野曽根走塁系か。キャッチャーないよね。流し打ち魅力あるけどね。内野があいつか、走塁のスペシャリストか。そうだな。んーじゃあつけてもいいけどな。来い。お走塁しダメか。クランとかついたら結構いいんだけど。ソガちゃん伸び、伸び欲しいかも。来い。伸び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 、ダメだ。そしてピッチャーだね。重い球尻上がり。どうしようかな。こっちこの辺のどれかだな。駒持ち緩急。重い球いこう。重い球。ノー。おめでとう。どうしようかな。両方にいいのはここだな。つかない。総合練習ダルビッシュがいる。じゃあまあ強打者対エースが結構ね、大体投げるのエースだから強い。来い。おい来ない。あんま渋かったな。ちょっと渋かった。はい、でスタミナに、スタミナ上がるかな勝手に。
練習指示来たら一気に、まあ、したいんだけど、43、総編12か。結構あるな。守備。パワー、ミート、パワー。これはミートかな。曽根くん今ファーストで使ってんだよね。はいはいはい、 OK、 行きましょう。したたか、おー、打ち切り、ナイス。壊れかけのあれはやだな。なんだ、わからなかった。組み合わせの結果2回戦から。なるほど。おむすびありがとう。いいですよ。どうしよう。よし。で、ここはまだ。で、ここからだよね。はい。というわけで、ついに甲子園、やってきました。めっちゃ嬉しい。初出場。どこまでいけるのか、ダルビッシュ世代、頑張ってやっていきたいと思います。ちょっと合宿渋かったんで、ちょっと、ね、レベルアップというまでにはいかなかったんですけど。強いね。ピンチ A なのか、こいつ。これが強いわ。はい。で、こいつもね、随分強くなってくれて、あー結構いい世代だったな。なんだかんだまだ終わってないんですけどねまだ終わってないんですけど、うん、もうすぐパワー A になりそうだし、前原くんも。はい、ちょっと甲子園ね、どこまでいけるか、本当にもう1試合でも多くやれたらいいなっていう感じでございます。まずは名門目指してやっていきましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さん、ピーさん、以上。バイバイ。